株式会社倉敷ケーブルテレビは、岡山県倉敷市に本社を置く、ケーブルテレビを主な事業とする企業。現在は、東海ケーブルネットワークの子会社で、同社の親会社である、東海ホールディングスの連結主会社である。略称は、KCT。倉敷ケーブルテレビは、岡山県南部の倉敷市、玉野市、総社市と林間町、岡山市南区の一部をエリアとする。 岡山県内最大のケーブルテレビ局である。1984年に開局、経営難となった1993年2月に LCV の完全子会社となって再生を果たした。FM 倉敷と同じく倉敷市内のケーブルテレビ局である、玉島テレビと共に倉敷コミュニティメディアを結成している。2005年11月には災害等が発生した時に、 自動的に電源が入り、災害情報等を伝える、緊急告知 FM ラジオを FM クラシックと共同で開発した。また、現本社からの放送を開始した2007年3月1日から、中国地方のケーブルテレビ局では初めて、自主制作番組のハイビジョン放送を配信している。2009年12月4日に、当時の筆頭株主だった行政が保有する。 KCT の株式をビッグ東海が取得し、同社の子会社となり、同社の親会社である東海の連結市会社となった。2011年4月1日に東海とビッグ東海の共同持ち株、会社、東海ホールディングス設立に伴い、同社の連結市会社となった。本社小島市局総社市局玉野市局。ありがとうございます。